皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのあやです。はやです。今日は以前ポケモンのグッズを買いに行ったスリーコインズっていうお店覚えてますか？はい。今日はそこに行ってあやはやたちにスリーコインズで何でも一つ好きなものを買っていいよっていう企画です。はい。なんかあやさん行ってみたいって言ってたんだよね。うん。ポケモンのグッズの時はもうそこでね、買うので必死であと見てなかったんで、ちょっと行きたいなって話だったので今日行っていきたいと思います。はい、レッツゴー。最近スリーコインズに行ったことがある人はチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくね。じゃあ買っていきます。はい。はい。スリーコインズ今どんなものが売ってました？ハロウィンや冬のグッズ、おもちゃ。そうやね、売ってました。その中であやはやたちが選んできたのはと行きたいところなんですけど、ママも一つ買ったので。何？いいですか？こちらです。何これ？はい、じゃああやはやに出してもらいましょう。なんか出してこちらの商品、この間テレビでやってたんです。え、これが？はい。で、それを見て、あ、ちょっと欲しいなと思って買いました。なんかある。ちょっと壊さないでくださいね。お、びっくりした。こういうやつが、あのなんか細いやつ。はい。で、この中に僕入られるんじゃないの？やめて。やめて。これは、2層式になっているネットなんですけど、セーターとかって、ハンガーにかけると肩のところがよれてしまって、ミヨーンってなったりするんです。ミヨン。それを防ぐために、ここに、置いて干したりするんですけど、ママはその目的じゃないんです。こちら。はい、実はスタジオやあやさんのお部屋いっぱいぬいぐるみあるんです。こうやって、はい、吊るして、はい、こうやってね、はい、天日干しにしたいなと。ここに虫さんついてたら嫌だからね。こうすると風に当たっていいかなと思って買いました。で、さっき見たようにこれあのちっちゃくなるんだよね。うん。どうやってやったっけ？こう反対ネジ。そう。頑張れ。おお。はい、貸してね。これ折れちゃう。こうやって。で、こうしたらここのゴムで止める。反対側も。ね、はい、はい、こうするとほら片付けも便利です。はい、じゃああやはやの買ってきたものです。はい、はい、どっちからいきますか？せーの、じゃん。本体が見えない。本体。はい、こちら水鉄砲になります。遠くの敵はキュン。はい、もうね、これ見た時にもうどうしても欲しいの、これが欲しいのっていうことでした。もう残り1点の品で、これはあの展示品なんですよね。はい。それが正式の値段で買うと定価500円なんですけど、こちら100円で買いました。ただ訳あり商品なんです。展示品だったためにちょっと紐の部分へたってます。ほら、このままでも使えるんですけど、やっぱりちょっとね不安なので後で紐付け替えます。これで今からどうするんだろうね。え、水タンクちゃん、お風呂で。あ、お風呂はやめてほしいな。やだ。あら、庭の水やり。やだ。はい、最後はやになります。はい、じゃあお願いします。せーの、じゃん。え、ちょっと映んないよ。物入れです。はい、立てかけてください。はい、側面にもポケットがあるので物入りますね。横向けてください。横が木でできてて、表面は布ですっていう物入れを、ちょっとなんかオシャンティーだよね、買いました。はい。あやさん、これ何入れるんですか？カバン。え？と、いろいろ。ああ、あの下が沈没しない程度の重さの物を入れてください。いいですか？
折りたたみ式だよ。うん、いいね、いらなかったら収納できるし、うん、皆さんならスリーコインズでどんなものを買いますか？水鉄砲。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、サブチャンネルもあのでよろしくね。よろしくね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。